昔、吉岡に一人の箸作りの男が住んでいました。その箸作りの男は家族を思う気持ちから犯してはならない罪を犯してしまったのでした。それを救おうとする村の人々と和尚様の一途な思いが織りなす悲しくも切ないお話です。お聞きください。昔、吉岡の箸学部というところに働き者の箸作りがいました。その男は箸をうまく仕上げる腕の良い職人でした。毎日気を張りせっせと削り上手に箸を作っていました。けれどいつも暮らしは貧しく、食べるのがやっとという毎日でした。ある年とうとう箸の材料にする気がなくなってしまいました。弱ったのう、箸を作る気がもうねえ、金もねえし買うこともできん。箸を作らんと子供らに飯を食べさせることもままならねえ。どうしたものか。箸作りは何日も眠れない日が続きました。このまんまじゃ食べさせるもんがなくなる。あっそう、箸作りは何を思ったか、おかみさんも子供たちもぐっすり眠っている夜中に、そっと布団を抜け出しました。このまんまじゃ一家無事にじゃ仕方ない、仕方ない。男はブツブツ言いながら暗な道を急ぎました。あたりはフクロウがほーほーっと鳴くだけでシーンと
しています。男が向かったのは近くの林でした。その林はお林と呼ばれる幕府が直接管理していた林で、そこの木を切ることは固く禁じられていました。しかしそこにはたくさんの杉の木が植えられていたのです。杉の木は箸を作るのにとても適した木ですが、お林の木を切るなんてことはとんでもないことでした。男はその掟を破ってしまったのです。神様、どう早くお許しください。子供らに飯を食わせなければなんてんです。どうか、どうか。男は迷いながらも意を決して、のこぎりで杉の木を切り始めました。人に見つかれば一家打ち首という重い罪です。男の胸は罪の重さにドキドキ、足は恐ろしさでガタガタ、手は神への恐れでブルブル震えていました。やがて大木はミシミシバサッと大きな音を立てて倒れました。飛び出し枝を切り落としました。それから急いで枝を束ねて背中に担ぎ家に戻りました。この真夜中の出来事の一部始終を見ていた村の男がいたのです。お役人様、大変です。職人が林の木を切ってしまったんで。村の男は総役人に密告しました。それは何としたことか、早速引っ取られよ。次の日、橋作りはいつものように仕事をしていました。そこへ役人が手下を従えてもかとかとやってきました。それはお林の木だわ。こともあろうにお林の木に手をかけるとは不届き千万である。ひっとらよ。足悪くなってもよいですが、どうか後の者はお助けください。と八職人は必死に頼みましたが、何を言うかと頼みは聞き入れられませんでした。まだ年がもいかない子供らまでじゃあんまり酷だべ。村人たちは口々に言って、何か良い考えがないか相談しました。お、そうだ、西雲寺の和尚さんに頼んでみよう。そうだそうだ、役人も和尚さんの頼みは無限にはできねえだろうて、子供らだけでも助けてもらおう。和尚さんには役人も頭が上がらねえからな。その時代にはお坊さんの力も強くて、お坊さんの助言があれば刑を軽くしてもらうこともできたのです。村人たちは我先にとお寺に行きましたが、あいにく和尚さんは旅に出ていて留守でした。お寺の留守居番の人は、事情を聞けば気を要することです。早速飛脚を出しましょう。行き先は承知しています。そう言って和尚さんに急ぎの知らせを届けました。旅先のお寺でその手紙を読んだ和尚さんが、あの働き者の橋作りを、しかも一家皆殺しとは、なんと殺生な、たった一本の木ぐらいで殺してん。この真夜中
来事の一部始終を見ていた村の男がいたのです。お役人様、大変です。職人がお囃子の木を切ってしまったんで。村の男は総役人に密告しました。それは何としたことか。早速引っ捕らえよ。次の日、橋作りはいつものように仕事をしていました。そこへ役人が手下を従えてどかどかとやってきました。それはお囃子の木だわ。こともあろうにお囃子の木に手をかけるとは不届き千万である。引っ捕らえよ。足悪くなってもよいですが、どうか後の者はお助けください。と橋職人は必死に頼みましたが、何を言うかと頼みは聞き入れられませんでした。なんとかならんか。ふと魔が差しただけなんじゃろう。まだ年半もいかない子供はラッパでちゃう。あんまり酷だべ。村人たちは口々に言って、何か良い考えがないか相談しました。お、そうだ、西雲寺の和尚さんに頼んでみよう。そうだそうだ、役人も和尚さんの頼みは無限にはできねえだろうて。子供らだけでも助けてもらおう。和尚さんには役人も頭が上がらねえからな。その時代にはお坊さんの力も強くて、お坊さんの助言があれば刑を軽くしてもらうこともできたのです。村人たちは我先にとお寺に行きましたが、あんにく和尚さんは旅に出ていて留守でした。お寺の留守番の人は、事情を聞けば気を要することです。早速飛脚を出しましょう。行き先は承知しています。そう言って和尚さんに急ぎの知らせを届けました。旅先のお寺でその手紙を読んだ和尚さんが、あの働き者の橋作りを、しかも一家皆殺しとは、なんと殺生な、たった一本の木ぐらいで殺してなるものかと、旅をやめて処刑場に急ぐのでした。その頃、橋職人たちは泣く泣く処刑場に向かっていました。処刑場は丘の上の寂しい場所にありました。役人たちに追い立てられて七人は登っていきました。丘に行くまでの坂道はわずか300メートルですが、急坂で一人で登るのさえ容易ではありません。橋職人の女房は5人の子供の手を引いたりほぐったりしながら、えっこらしょ、えっこらしょ、みんなすまないね、すまないねと涙に枯れた声を絞って、やっと登っていきました。橋職人は、えんこら、えんこら、何の罪もない子供らは助けなかった。子供たちの首と泣きながら登っていきました。処刑場では村人たちは和尚さんが来るのを今か今かと待っていました。
和尚さんを待っていたのは村人だけでなく役人の手下も同じ思いだったのです。まだ幼い子供たちの首をはねるのは掟とはいえあまりにもむごいとためらっていたのです。坊主はいねえか、坊主はいねえかと処刑場を取り囲んでいる村人たちに叫びました。その頃和尚さんは必死になって処刑場に向かっていました。が和尚さんは生まれつき片足が悪かったので思うように歩けなかったのです。和尚さんが息を切らして駆けつけたのは処刑が終わって間もなくのことでした。間に合わなかったか、無念じゃ、かわいそうなことをした。そう言って深く腰を落としうなだれました。そしてせめてあの世で親子揃って暮らせるようにのと涙ながらに新しい束を作り村人たちと熱く弔ってやりました。それからほどなくして新しい束に取りすがって泣いている娘がいました。それはただ一人嫁に行った箸職人の娘でした。嫁に行ったので娘は殺されずに済んだのでした。この七人を葬ったのが七人塚で、この塚の南側にある坂はえんこらさと登った坂なのでえんこら坂と名付けられたのでした。おばあちゃん、悲しいお話ね。本当にね、おばあちゃんも昔聞いたとき切なかったよ。うん、かこちゃん、さてとお箸見つけようかね。どっこいしょっと。かこちゃんはおばあちゃんと手をつないで歩き始めました。そしてお父さん、お母さん、お兄ちゃん、それにおばあちゃんと一緒にいる自分って幸せなんだなぁ。